いたしました。オープンカーのオープンカーで行っちゃってそれで写真撮られたところからもうゴリラみたいな、ゴリラもうゴリラちゃん新婚旅行に私がハワイついていきましょう。アナウンサーのゆるちゃんということで、改めてリーさんおめでとうございます。ありがとうございます。いや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 、しばらくですね、このチャンネルハッピー感が続くと思いますけれども、うん、最高。今日はですね、リーさんに向けたサプライズ企画、イエーイ。知らない本人本人は知りませんよ、サプライズさんもね、知らないんですよ、はい。何だろうびっくりすぎて本日はですね、リーさん結婚ということで、リーさんにゆかりのある方からですね、なんとビデオメッセージが届いております。誰だと思います？ゆかり？ゆかりのある人、はい、ゆかりのある人、うん、ゆかり？大学の友達とか、いろんな方が頭に浮かんでいる。ゆかり、ほう。では早速、リーさんにゆかりのある方から結婚のお祝いビデオメッセージいただいております。ご覧ください。どうも、マキオ大でございます。どうも、めぐみとしあきと申します。違うでしょ本当に俺、つまんなくてすいません。なんでそれ、やめなさい。俺、つまんなくてすいません。言うんじゃないよ、関係ないんだから。今日はね、SDGs、はい、私にとっての SDGs そのやってた、よくよくもうすっかり忘れてるよ、もうどこの局も SDGs のことで。そんなことないでしょね、うん、ということで、山本さんね、昨日サンジャポで結婚発表しました。ね、そうでしょ、そうでしょ、ね、知ってたろうが結婚するの？そう、もう聞いてましたから。誰と結婚するの？赤ベンツ王子だよね、おめでとうございます。真っ赤なポルシェ、うん、真っ赤なポルシェ、山口百恵の歌の中で、うん、ね、いや、めでたいですね。おめでたいですよ、うん、おめでとうございます。ね、まあちょっとサンジャポ、ね、ちょっと寂しいけどね、サンジャポ卒業とちょうどまあ結婚がちょっとね、重なった形ですけど、卒業したアナウンサー、ろくな人生送ってないですから。そんなことない、そんなことない。気をつけてください。いやいやいや、幸せに皆さん大体暮らしてると思いますよ。私は知らないですけどね。そうですね、ただ山本さんはね、別にほら TBS も やめないって言ってますから。そうですね、 200% やめないっていうのをサンジャポの時に言ってましたけどね、うん、橋本徹みたいな、昔2万%で言って、はい、出馬した人もいました、ね、あんな裏切り者はいないです。あんまり 200% 信用してないですよ、ね、まあでもね、これからもう結婚ということで。そうですね、思えばね、アウトレットにね、調子に乗ってね、田舎のアウトレットに行って、はい、車でね、これならわかんねえだろっつって、はい、そうそう、オープンカーで行っちゃってそれで写真撮られたところからバレてしまってね。そういうこと、 ね、そっから、ね、でも素直でいいよね。いや、そうですよ、本当にドキッとしてました、そうなんですよ、素晴らしかったです。でも山本さんも、ね、でも本当その後もね、うん、まあいろいろとこう犬を飼い始めましたとか結構前に聞いてて、はい、結構前に聞いてて、ああよかったねって、そのままね、うまくいくといいねなんて言ってましたけれども ね、本当にうまくいったらしくてね、よかったですよ、うん、ね、だからこれからもね、はい、別にサンジャポではあれですけども、はいはい、うん、別の番組とかでね、そうですね、うん、はい、我々もぜひね、うん、ご一緒したいと思います。そうですね、旦那さんもできればね、一緒に番組やりましょう。いやいや、そういうタイプの旦那さんじゃないでしょ。あ、そうなんで、でも本当にね、幸せになっていただきたいなと思っておりますんで、うん、はい、これからもまたね、よろしくお願いします。おめでとうございます。ありがとうございました。はい、リーさんいかがですか？うわー、すごい、すごいですね。ちょっとゆるちゃん舐めてました。いや、私の大学の友達とかなのかなとか思ったら、まさかの爆笑さん。うわー、嬉しい。え、めちゃくちゃ嬉しい。これもらえます？あ、配信されるか。いや、ありがとうございます、爆笑さん、本当に。爆笑問題のお二人はね、もうお仕事でもずっと何年もね、お世話になりましたけれども、はい、ね、温かいメッセージでしたね。いろいろ相談も乗っていただいてたので、その報告を最後にできて嬉しかったです、ね、田中さん結構マル秘エピソードマシマシで教えてましたね。田
やめて。あれなんかね、ね、まさか結婚まで行くと思いませんでした。そういう時期もあったのかなみたいな。ね、ワンちゃんの話もそうだね。全部隠してるのに。やばいね。どうしようこれ。そうだよ。確かに田中さん相談しやすくて優しいってもね、聞いてたらいいから、そうだそうだ。すごくね、話聞いてくれる方。いろんな話をしちゃったら、それが今全部。はい、でも本当にありがとうございます。嬉しいです。宝物の VTR になりました。さあ、そしてリーさん。はい。まだあるんですか。まだサプライズビデオメッセージがございます。続いてはこの方からのビデオメッセージです。ご覧ください、どうぞ。すごい、ネプチューンです。山本ちゃん、ご結婚おめでとうございます。おめでたい、めでたいね。嬉しいね。嬉しいよね。うん、うん、山本さんが、うん、ジョブチューンで、うん、アシスタントやってもらってますから、司会を。どうですか、いつジョブチューンちゃんやってて。いや、一生懸命やってくれて、うん、もう土田と仲良くしてほしいなとは思うけども、本当にこう前もってちゃんとやってくれてるからやりやすいです、うん、本当に、はい、勉強熱心、はい、うん、勉強熱心です。ジュンちゃんの貧乏ゆすりに耐えてね、うん、貧乏ゆすりしてないもうね、やっぱりジュンちゃんの、あの貧乏ゆすりちょっと低温やけどするもんね。だからせえへんちゅうしてないっちゅうね。僕はね、山本ちゃんはね、うん、本当に大好きなんですよ。可愛くて ね、 いいね、真面目で、うん、もう本当に大ファンだったんだけど、うん、ちょっと結婚しちゃってことですね、うん、ファンやめようと思ってます。もうね、芯が強いっていうかね、やっぱり純ちゃんの夜のお誘いも絶対断る。刺さってないって一回も誘ったことない。横にいる女の子は誘いますから純ちゃん。誘ってないよ。誘ってなかったのは妹だけです。なんでやねん。横にいる女の子は誘ってなかったのは妹だけ。あとは全員お食事誘ってないです。俺はもうゴルフ様に行くからね。いいなぁ。チャンス。どんな感じ？いいゴルフ。もうパワー系。あ、そう。いかんってもうね、可愛らしいのもこんなに使って。うん。もうね、もうゴリラみたい。ゴリラ。もうね、ゴリラちゃん、うちらはね、すごいのよ。パワーね。そうだ、その前にゴリラちゃんもってるゴリラちゃんみたいな、うちからだよ、もう、うん、バーッと豪快で、うん、あ、いいね、女の人で豪快気持ちいいよね。そうそうそう、だからね、気持ちいいよあれ、だからゴリラって、なんか、あ、見方変わった。だからゴリラじゃねえんだ。ゴルフやってきたんだよ。あ、ゴルフゴリラって。いや、だからいつも、ね、彼氏がね、いい車乗って、うんうん、彼氏知ってんの。知らないけど、山本ちゃんに大好きなんですよって自慢されて、うん、それでその後ゴリラみたいな、ゴリラみたいな、ゴリラショットだって言わないですよ。そっか、県の中ではゴリラすごい高い位置にいるね。でもね、本当にね、いつも話すんですよ。ちゃんといつも純ちゃんとか、うん、その番組の MC の人を立てるように頑張ってる、うん、本当はガツ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 、あの山明だから、うん、本当は山明、ね、山明音頭とか歌いたいんだけど、そういうのを抑えて山明ダンスっていうのがあって、山明ダンスやってください、山明ダンス、うん、歌えばいいよ。山明ダンスを見せてもらったの。あ、そうなの、うん、今度やってもらって、これ YouTube でね、うん、山本当は山明ダンスもやりたいんだけども、うん、あのやっぱり純也さんを立ててなきゃダメなんですよ、女子アナっていう。そういうね、真面目なね、あのことを考えてちゃんとアナウンスしてる。だからサンジャポとかもそういう気持ちでやってんじゃないの。そうね、ノリさんの会社もちゃんと、うん、そうね、常に山明ダンスを踊りたい人なんだよ。山明ダンス面白いよ。そういう話した後にゴリラみたいな、わかったよって言うんですよ。でも気持ちいいよね、かわいいゴリラちゃん。かわいい子ちゃん、ごめんなさい、本当にね、でもね、これダンスが得意って自分で言ってくる。ダンスが得意です。あまり言わないよね、自分からはね。スポーツなんかやってもらったらダンスですって言うんでね。あ、今度踊ってもらおうか。踊ってくれるのは見せてもらったことがない、うん、だステップとかもうまいと思う、うん、だからゴリラ、あとダンスと、うん、山脇ダンスと、うん、ゴリラスイング、うん、やっと YouTube でやればいいと思う。ちょっとやってくださいね、ぜひね。首ひねりながらやるだろうね、うん、いや本当にめでたいね、うん、本当はね。あ、じゃあ結婚式かと思ったら YouTube だったんですね。仲良くしてほしいね、いつまでもね、末永くお幸せに。はい、ね、うわー、すごいですね。ゆるちゃんすごいじゃん。何この番組すごいですね、本当にありがとうございます。はい、山脇ダンスって何？あの、私中高一貫校で私立の女子校だったんですけれども、それがもう TBS からすぐそこにある山脇学園だったんですよ。でそこで、高校生の体育祭の時に伝統のダンスがあって、代々受け継がれてる体育祭で踊るダンスがあってっていう話をホリケンさんとゴルフをしながらやったら、え、ちょっとゆる
テレビで今度やりなよとか言うから、いやいや、やるわけないじゃないですかっていう話をしたんです。一応2つリクエストがあって、山脇ダンスとゴリラスイングをやってほしいっていうことでした。ゴリラですか今。一応あのネプチューンの皆さんがおっしゃってたんですけど、まあ どうしますか。チャンネルご覧の皆さんは、あ、どんなのなのかなっていうのに今は多分感じてると思うんですけど、だけどいいですか、どういうダンス、カメラスタンバイできたらいきますから、はい。チャンチャンチャンチャ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 ンチャ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 チャ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 ンチャ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 チャ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 ンチャンってあるんです。さてさてってありがたいね。いやでもね、やっぱ愛されてるからこそね、なんかあんなにたっぷり喋ってくださったっていうのは、本当にだって多分スーツだったかお仕事終わりじゃないですか、本当に疲れてる中。いや嬉しいな、どうしよう、なんかよりお仕事一生懸命頑張ろうって気持ちになりました。うん、皆さんありがとうございました。ありがとうございます本当に。さあそしてまだまだサプライズビデオを見せます。本当にそうなんですよ。ではまだまだサプライズメッセージございます。続いてはこの方です、どうぞ。すごすぎる、はい、どうも木梨憲武です。まずは山本ちゃん、山本里奈さんおめでとうございます。ご結婚おめでとうございます。今私はそうですね、もうずいぶん前から実は、聞いておりました。そんなムードになりますよとか、ハワイ行きたいとか、新婚旅行行きたい、式場どうしよう、ハワイよし分かった俺が段取ってやるから待ってろとなのに、今そのハワイにも誰も行けない状況も含めて、ちょっと伸び伸びになってるんですけど、きっと新婚旅行はそのうちハワイ行くんじゃないかと思ってますが、その時にはまた、ですが、とりあえず席が入り新しいスタートおめでとうございます。一緒にラジオをやらせていただき、山本ちゃんは山本ちゃんのお母さんもおめでとうございます。山本ちゃんのお母さんお父さん、素敵なお肉いっぱいプレゼントありがとうございます。いただきもんばっかりしてますんで、山本ちゃん今度、そうですね、新婚旅行に私がハワイついていきましょう。段取ってこういう風に行った方がいいよっていうのも一緒に行った方が早いと思うんで、ちょっと一緒にハワイに新幹旅行ついてって、同じ部屋で3人で過ごしたいなと。旦那さんの方もこの間電話で話しまして、おめでとうということで、新しいスタート本当に頑張っていただきたいと思いますが、まあお仕事は、続行と聞いておりますんで、でも、まあ、結婚しちゃって、だから木梨の会の方も山本ちゃんだけちょっと変わる形もあるかもしれない。嘘です、すんげえそういうこと言うと怒るから。また、まあ3人の女子アナチームとやってますんで、1ヶ月に1回ぐらいは会えますんで、その時にまた、そうですね、まあなんか作戦は考えたいと思いますが、一旦おめでとうだったり、ラジオはこのままだけどサンジャポから違う番組行ったりとか、こうやはり大きな会社は多少の動きがございますから、そこに対応しながら、山本ちゃんこれからも頑張っていただきたい、そして旦那さんと幸せになっていただきたいと思います。そんなぐらいですね、本当に。おめでとうおめでとう、肉多すぎるから。またじゃあおめでとうございました。はい、木梨憲武さんでした。でものりさんは本当に、のりさんもですけど、いろいろだいぶ前から相談をさせていただいてたので、本当になんかこうちゃんとゴールインの報告ができるっていうのは嬉しいですね。ご家族も知っている中でのメッセージっていうか、新婚旅行一緒に行きたいってね。同じ部屋って同じ部屋って言ってましたよね。でものりさんにハワイ詳しいから、いろいろ聞いたりもしたいですし、まあコロナが落ち着いたらですけどね。嬉しい、森さんありがとうございます。ありがとうございました。たっぷりのサプライズ、ね、いいね、向けてね。あ、嬉しい。
ますけれども、はい、本日ですね、はい、この豪華な皆さんのビデオメッセージの他にもですね、実際に B さんとゆかりのあるサプライズゲストにも来ていただいております。その方です。どうぞ。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。いや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 、はい、ということでサプライズゲスト、リーさんの同期、喜入アナウンサーと山形アナウンサーです。よろしくお願いします。お願いします。ありがとう。よかった。すごい嬉しいね。だいぶ前から話してたもんね。しかも全部合ってるしね。そう、ね、もうね、3、4回も合ってますし。旦那さんと。はい、旦那さんと合ってますし。そうですね。あの、2回ぐらい車にも乗らせてもらいました。そうなんだ。そうなんですよ。たまたまね、あの、ディナーも一緒ですけど。そりゃそうでしょ。助手席の音はおかしいでしょ。え、キーリアのは聞いてたんですか。もうずっと前から聞いてましたし、実はリナと旦那さんが出会う前に私と旦那さんは出会ってました。ええそう、しね、すみません失礼しました。それはリー話すよね、たくさん聞いてる。そこまでね。でもまあ会うたびにのろけ話を聞かされていて、で同期3人でディズニーとか行くんですけれども、ディズニーシーのセンターオブジアースに120分待った時も120分ずっとのろけられて、それはない。そのろけてたずっと。そうなんだ。帰ってもらっていい。なぜ彼なのかって話から始まり、優しい彼の話とか、それはセンターコンジアスの120分待ちですよ。そうね、やめて、ほんと同期の2人がいると何でも喋っちゃう。すごい。あと、なんか動物園に行って可愛い動物の写真を撮ったで送ってきたんですけど、その動物を抱いてる腕がめちゃくちゃ筋肉質で、絶対これ彼だよなっていう写真をよく送ってきた。見てこのライオン可愛いみたいな写真も全部腕がこんなになって、いやいやいや、どっち触れてほしいのか。匂わせ写真。匂わせ写真が多いんですよ。同期間で匂わせてるんですか。いいいいいいいみたいな。知ってるから。そう、じゃあ君らはそういうの聞き続けてるわけだ。怒られ続けてるわけだ。そうなんですよ。あ、アナウンス部の中でデスクが私たち隣同士なんですよ。それが我慢して聞いてくれてると思います。山本アナウンサーどうですか。あの、同期結婚ですけど、なんかいろいろ聞いた話とか、同期ならではの言える範囲でいいですけど。そうですね、うん、いやでも彼本当にリナのことよく分かってて、だから、まあ、ちょっとわがままなところもあるじゃないですか。まあそのまっすぐなね、物言いがありますよ。でもリナの扱いはね、完璧なんですよ。機嫌取るのすごい上手いですし、あと彼すごい優しいなと思ったエピソードがあって、はい、2人でお世話になってるメイクさんにプレゼントを渡そうってなった時に、お酒が好きで、でもなんか私たち何あげたらいいんだろうねっていう話をしてたら、彼が率先して、あ、じゃあ俺が買ってきてあげるよって、自分が渡すわけでもないのに、私たちがお世話になった人に対してプレゼントを買いに行ってくれたって、すごい優しいなと思って。ああ、そう。あれ先、私たち全然わかんないんで、あの、一見クールなんですけど、親しくなるとちょっと、そうね、ギャグ線高い感じです。ギャグ線が高い、それはちょっと親しい状況ですね。結構、お茶だけで、はい、面白いです。結構ボケてくるよね。ちょっとそのボケは思い出せないんですけど。でもなんかそういう面があって。いやでもリーの話聞いてさ、前回の収録の時に、はい、だからリーが知らないうちに相手がちょっと機嫌が悪くなってる自分がいるんだけど、旦那さんは何が原因で機嫌が悪いんだろうって考え出して、もうとにかくごめんねって謝ってくる。そんな優しい人います？いないですよ、本当に。なんで怒ってんのだよ、普通。はい、なんで怒ってんだよ、気づかないうちに。山本さんそうですよね、きっとね。ただでさえさ、ね、独身だし、聞きたいのはどうしたら結婚できるかな。私も聞きたいです、聞きたいよね。いやでもね、ご覧の皆さんにもね、あの、同期ならではの話届いたんじゃないかなと思いますけど、ちょっと話尽きないので、あの、一旦この回はこれにてということで、せっかくなんでちょっとあの、喜入アナウンサーと山形アナウンサーなんか YouTube ね、来てくれたし、うん、こんな企画やってみたいなっていうのがあったら、うん、リード3人で、収録したらどうかっていう、ね、うん、
特別に特別にから嬉しい。辛いのは嫌です。それも感覚辛いのは嫌です。ありがとう。辛いのと踊るはちょっと嫌です。踊るはちょっと3人で話してもらって決めてください。わかりました。さあ、ということで改めてリーさんおめでとうございました。はい、ということで皆さん、この動画いいと思った方、ご祝儀のグッドボタン、それからチャンネル登録よろしくお願いします。